2週目、始まりましたーということで、またまたオートミールからのスタートです。この前にコーヒーも飲んでるんですけど、いつも朝にはコーヒーを飲んでから、オートミール食べるようにしてます。まあ、その理由としては、いきなり固形物入れないのは、えっと、まずコーヒー飲んでゆっくりしながら、内臓を動かして、動き始めてから固形物を入れる。というようなイメージにしているからです。まあ、いきなりね、固形物ぶっ込むと、やっぱり繊細な内臓は動きが悪くなってしまったりするんで。 そういったところちょっと意識しながら食事のタイミングが一応朝一は決めてますで今日の予定としてはまあ今から仕事をしてその後一件予定があってからの筋トレになるって感じですかねまたバタバタな一日にはなりますが頑張っていきます2二食目やってまいりましたバヤクダんこれ今回はね卵一つにしてますまあ一つ理由としては、まあ、体の調子を見ながら計算したところおそらくちょ 量で僕思思っってててた以上に摂取してるなカロリーと思ってちょっと一旦カロリーをちょっとだけ下げてみてどうなるのかっていうので100から5 0キロカロリーぐらいをちょっと調整して減らしてみてますここで体がどう出るかっていうのもちょっと見ながら調整していければなと思っております今回の親子丼に入ってるのは卵玉ねぎアスパラエリンギあともも肉と米1合です 今回は腕トレになります。まずはですね、ディップスからスタートしてるんですけども、このディップスがですね、最近あんまり入りが良くないなと思いましてですね、10回では全然足りないんで、15回から20回をメドにやっています。まあ最初、しっかりと関節を動かすっていう面で、このような自重トレーニングを入れて、後から負荷をかけるようにしています。まあそうすることで三頭筋にも関与しやすくなって、意識しやすくなるからです。 はい、続いてのトレーニングはアームカールのマシンを使ったアームカールです。このトレーニングはですね、負荷が最後まで抜けずに追い込むことができるんで、僕も大好きなんですよね。結構ひねったやり方、横向きでやったりするっていうやり方もやったりするんですけど、最近は結構王道な使い方をしています。 ま、しっかりと収縮をさせるっていうのと、まあ、基本的には反動を使わずに最初の方は高重量を上げていきます。で、高重量を扱っている中で、もう上がらんってなってきたらちょっと反動を使ったり姿勢を変えたりして、とりあえず10回頑張ってあげるぞっていう雰囲気でやっています。で、その10回上げ終えた後に軽くして、えっと、追い込み。で、無反動で行っていくことが多いです。 今はもうですね、僕マウスピースをしていて、話小僧みたいな感じに、ね、なってね、おはぐろニキと最近呼ばれているんですけども、まあこういったあの、すごい顔をくしゃくしゃにしながら踏ん張ってやっております。でも僕は病気でですね、踏ん張ることを禁止されているにもかかわらず、踏ん張っているからか、病気がなかなか治らないというこの、負のループに今入っているんですけども、まあそれでもしっかりと体自体は変わってきていて、まあ足取りはできないんですが、上半身だけでもしっかりと仕上げないと、 フィジックでは勝てなくなってしまうので、もうここはしっかりと今年勝てるようにやっていきながら病気も感知させるように頑張りたいと思っています。もうこのね、追い込みがもう地獄のように痛いんです。二頭筋最高。 続いて行っていくのはダンベルを使ったフレンチプレスになります。えっと、僕がこれ今使っているのは40キロですね。40キロのダンベルでフレンチプレスを行います。この種目の主な目的はストレッチを効かせるだと思うんですけども、しっかりと僕も、あの、三頭筋を使ってできるような意識をしながら行える重量で行っています。まあ、ストレッチをかけすぎるとね、重量が重くなってくると肘を痛めてしまう可能性もあったりするので、基本的にはあんまり落とさないように収縮をイメージして行っています。 続いての種目はまた一風変わったアームカールのマシンになります。このマシンはですね、すごくいいんですよ。もう補助して無理やり収縮させてネガティブ耐えるっていうこの動きができるんで、割と最終の追い込みとかに使ったりしています。インクラインのベンチが空いてない時とかに僕はこれをやって、まあインクラインベンチの代わりにしているっていう感じです。 まあこれは片方ずつなんでね、時間のコスパも悪いんで、基本的にはあんまり最近はやらないんですけども、今回はたまたまやりました。で、人が多かったんでね、他にも2種目やってるんですけど、それは取れずに終わっています。最後やったのは何か覚えてません。申し訳ないです。はい、ということで帰ってきました。ちょっとバタバタしてね、完食のすねれ,れてなかったんですけど、完食はプロテイン、ムキムキウイを一杯と、羊羹一本。 とスニッカーズを半分食べました今ね、一本で、丸々一本だけなく二個入って、一本って感じで売ってるんで、半分でちょっと食べてって感じですね。ちょっと今から晩ご飯作って食べたいと思うので、今こうやって撮ってる分、晩ご飯もちゃんと忘れずに撮りたいと思います。はい、ということで作りました。キムチ炒めですね。胸肉、エリンギ、玉ねぎ、ネギを、出しだと、 残ってた焼肉のタレめっちゃちょっとだけあったんで、焼肉のタレとキムチだけで味付けしたものになります。ご飯、いちごとともにラストミールいただいていきます。でね、今日のね、トレーニングなんですけども、混んでたんで、まあ、取れた種目と取れなかった種目とあるんですけど、腕取れをやりました。今年はちゃんと腕を太くしないとなぁと思いながら、あ、去年か。 オフ太くしなあかんなと思いながら結局11月12月でねトレーニングオフの期間がすごく多くてまあ、今回の減量の初っ端はまず代謝を戻すっていうところからスタートかなっていう状態にはなってるんですけどまあ、しっかりと 落としてね7月の大会に向けてうまくいけるように頑張りたいと思いますさあここから1週間目どんな感じで変わっていくのか毎週木曜日にね本社出社して撮影するタイミングがあるんでその時に僕のビフォーアフターみたいな感じで上半身裸でちょっと一周体を見ていくっていうようなのはやっていきたいなというふうに思っています徐々に比較していってどんだけ体が変わっているのかぜひお楽しみください本日は本社に来ております朝ごははんのトミルはいつも通り これ食べて仕事していきますお昼の時間がやってまいりました2食目カレーとラップに包まれたいちご飯もうズボロが出てもうてますねこれが2食目に本日の2食目になりますいただいていきます3食目これ3食目って言っていいんかな今日ね僕の大切なようを忘れましてプロテインちょっと多めとお土産でもらったなんか神戸のお土産でもらったチョコクッキーみたいな ちちっっゃいのがあってカロリー的にも大丈夫だったんでちょっとそのクッキーとちょっと多めのプロテイン今日はですねこれ背中に鬼レモンです酸っぱいね今までずっとキウイ飲んでたんで実際背中に鬼レモンどんな感じやったっけと思って背中に鬼レモンを飲んでみたいと思いますちょっとねちょっとレビューできたらと思うんで飲んでみますいただきますあっすっあすっ 酸っぱさの次元が違いましたねうまいけどやっぱレモンいいなあの昔食べてたレモンガム食べたくなってきたあ酸っぱごちです夜ご飯は米じゃなくパスタを食べるつもりでいるんでパスタ2人前ですかねをニンニクベースで炒めて豚ヒレ肉を使って料理していこうかなというふうに思ってます はい、ということで、帰ってまいりました。ラストミールパスタ 200g を豚ヒレ肉とめんつゆとニンニクとだしだで炒めたパスタになります。本日はですね、予定があったんでトレーニングがオフなんで、まあ明日トレーニングしていくんで、明日のトレーニングはまた取っていけたらなっていう風に思います。 本日もね、食事を紹介していきたいんですけど、朝ごはん取るの忘れてしまいました。いつも通りのオートミールでございます。全くもって変わらない。もうずっと一緒なんでね、別にあの朝ごはんもう取らんでもいいんちゃうかなぐらい。同じのばっか食ってます。2食目、ちょっと食べかけになるんですけど、こちら。今、生姜焼き風に炒めた胸肉を食べています。今日は、あのもも肉が足りないなということで、胸肉、胸肉になるんですけど、アスパラと玉ねぎと胸肉を生姜焼き風に炒めた食べ物になります。 まあこれを米1号と一緒に食べているのが2食目になります。まあ減量していって今はね、どんだけ体重が変わったかって体重計乗ってないから分かんないんで、ジム行った時に体重は測ってみようかなっていうふうには思います。まあ最初、スタートが80.3キロだったので、まあそこから、まあ2週間経ってどんぐらい変わったのかっていうのをちょっと見てたいけたらなっていうふうに思います。どっかりと外が暗くなりました。トレーニング行く前に、ムキムキウイと羊羹、洋ン、うん 食べていきます。今日は胸トレ。人が少ないことを願ってジムに向かいましょう。はい、ということで本日は胸トレになります。まずはですね、僕の弱点部位である胸の上部を鍛えていきたいと思います。最近はですね、ベンチプレスを行うことも多く、ベンチプレスもしくはインクラインベンチプレスから始めることが多いです。 まあ、肩の調子とか、体の調子によってはマシンから始めることもありますが、基本的には最近はこういったパワーラックをメインにやっております。まあ、インクラインしっかりと落として、鎖骨の真下あたりに落とす。ちょっとギロチン気味にやるんですけど、まあ、少しギロチン気味にやるんで、怪我しやすいフォームではあるんですけど、ギリギリを攻めています。 で、足を途中で上げたのは、胸の上部を狙うときは腹筋の力を締めたいので、腹筋に力を入れやすくするために骨盤をあえて後傾させています。で、無理やり胸は張っているので、割と体としてはよろしくない動きにはなりますが、この方が僕は胸の上部に効くから、このフォームでやっています。続いての種目は、ペクトラルフライで上部をいじめていきたいと思います。なんで、今回ペクトラルで上部を鍛えたのかというと、 フリーウェイトエリアがどこも空いていなかったからです。そしてケーブルもどこも空いていなかったので、もうこれ以外で僕、ストレッチを効かせる上部の種目が思いつかなかったんで、ペクトラルで上部を狙っています。割とね、久しぶりにやるとすーごい痛いぐらいに効いたんで、まあ顔見てもらったらわかると思います。お歯黒2期がしっかりとお歯黒2期になってますね。歯が真っ黒になって。 歯がないように見える。なんでこの色のマウスピースにしたんってみんなに言われますが、この色の方が普通にかっこいいと思ったからです。すごくダサかった。もう次はですね、ちょっと白とかにしようかなっていうふうに思っています。で、今しっかりと収縮もさせながら、ストレッチを基本意識しているんですけども、僕は基本的に、きつくなってきたら前傾にして、無理やり収縮させて頑張って耐えるっていうやり方をしています。で、終わった後にはですね、力をぐーっと入れて、 血流を流をすすすんででけどこれはやりすぎ注意です僕これで1回ショートしたことあるんで意識を失って急に目覚めた時に一瞬の記憶が飛んだことがあるんで皆さんあれはやりすぎ注意でお願いいたします。 続いてはチェストプレスのマシーンです。このマシーンはですね、僕割と苦手なんですよね。チェストプレスのプレートローディングのマシーンは僕あのゴールドジムにあるあの、ハンマーストレングスのマシーンが大好きなんですけど、この種目、この種目どうしてもなんか肘の位置が僕あんま合わなくて、 胸に入るというよりかはちょっと腕に逃げかけてしまう軌道になってるんだ、苦手なんですけど、久しぶりにやると割と意識することはできたなぁとは思います。ただやっぱり入りが甘いなぁと思うんで、このマシンはあんま好んではいないです。頑張りました。胸の チューブのフライの種目をまた他にやったんですけど人多くて取れなかったんで最後このチェストクロスで締めていきたいと思いますもうこのチェストクロスはですねあるとこ少ないと思うんですけどこれめちゃくちゃ胸の下部に効くんですよ僕もうこれ大好きでもう最近はケーブルクロスオーバーよりもチェストクロスをやることの方が多いんじゃないかなってぐらいこれをやっていますまあしっかりと高重量扱えるので是非気になる方はこのマシーンがあるところで使ってみてください 昨日の夜ご飯はとんのを忘れていましたえっと赤から鍋の素を使ってカレー風にしようとしたらしっかりとやっぱ鍋っぽかったんで雑炊みたいになりましたで今日はまたまたオートミールからスタートです寒すぎて上着が脱げませんからこれ食べて仕事していきます 2>, 2週目の動画での僕の体になります 体重がですね8 0 3キロから減量始まり1週経った時って僕78.9ぐらいになってたんですけど昨日体重測ったら80.1というねちょっとね体重が増えている状態ではあるんですけど筋肉の質感は良くなってきたなぁと思うのと、まあ、お腹周りのこの感じとかも若干触った感じとかが柔らかくなってきたっていうのもあったりむくみが取れてきたんじゃないかなっていうのもあるんで、まあ、この体重の増えたのが代謝が僕が完全に落ちててシンプルに筋肉が増えてきて食事量も増えたことによって一定期間代謝をアップ してる期間やから体重増えてるのかなっていうのも一つあるんですけどちょっと様子を見ながらこの1月はやっていきたいなっていうふうに思います取るの忘れてましたいつものカレーですこれが本日の2食目です完食今日はですねもうプロテインを b レジェンドの youtube のライブで乾杯で飲んだんでプロテインは飲めないんでこの柏餅3つかなちょっと夜ご飯をパスタ 200g 手段を 100g に減らして今これ柏餅3つ食べていきたいと思います で最近ちょっとねなんかわかんないですけど食物繊維の取りすぎかななんか若干お腹の調子があんま良くないんでよくできるようになんかいろいろ工夫していきたいと思います今日はオフということで帰ってきて今スープパスタ作りましたきのこのちょっと具合はギ悪いですがスープパスタフォークとスプーン刺さっておりますがこんな感じです玉ねぎほうれん草えのきしいたけ をめんつゆとだしの素をメインで味付けしたスープパスタです。ご飯を食べ終わったんですけど、ちょっと今日からですね。僕新しいサプリメントがお仲間になりました。はい、こちらマルチビタミンミネラルずっと。 マルチビタミンを取ってなかったんですよ。野菜自分で取りゃいいやと思ってたんですけど、結構ね、肌荒れがすごかったり、再生速度が遅かったり、爪がちょっとボコボコと弱ってきてたり、減量中やっぱりビタミン不足やんっていう症状がいっぱい出てたんですよね。今まででもんめんどくさいなぁと思って取ってなかったんですけど、今回ね、やっぱこの Vlog をやっていく中で、実際 P レジェンドで販売してるこういったマルチビタミンとかを取って、どうなるのかみたいなところもね、 リアルに見えてきたらいいなと思ってこれを取ることで体が変わるかって言われると変わらないとは思うんですけど実際そうやって栄養をしっかりと補給することで この原料がうまくいくかいかないかとかそういったところもねつながってくると思うのでこのお仲間とともに僕は減量を頑張っていきたいと思いますまあねマルチビタミンは減量期間とか関係なくオフ期間増量期でもしっかりととってあげるべきサプリメントにはなりますこちらの内容はビタミン B 群ビタミン D カリウム亜鉛が多く含まれたトレーニーに嬉しいサプリメントですぜひ気になる方は見てみてくださいまあね僕はこれはしっかりとビタミンを選ぶ中でねまあ、コスパもいいものなんで 体作りをしっかりとねサポートできるかどうかっていうのをチェックしていきたいと思います。はい、今回もやってまいりました腕トレの日ですね。 また腕取れかいと思うかもしれないんですけど、ちょっと腕頑張ってるんですよね。腕はですね、他の部位よりもしっかりと回復するスピードが速いので、まあ、他の部位休ませてる時にちょっと腕やろうぐらいの感じで、ちょっと調整する感じでも腕を入れているので、こんな感じで頻繁に来ています。で、あとはですね、なんと腕取れ以外の日は混み合ってて取れないっていうことが多くてですね、結果腕取れを取ってる回数が多いから腕取れをしているように思うだけで、まあしっかりと1週間に1部位回すようにしています。 で、まあ今回はですね、時間があったので忘れないうちに腹筋をやりたいということで腹筋を先にやりました。はい、腕トレの一種目目はですね、またこちらのアームカールのマシンですね、今回もやっていきます。しっかりと筋繊維をね、いじめ倒すようなイメージでもう、うわぁ、この二頭筋痛い痛い痛い,痛いやめたいって思うぐらいね、追い込むようにしています。まあこの種目で僕の メインっていうのはまあ収縮にはなるんですけど、まあこ、このマシンを使うことでストレッチもしっかりと効かすことができます。で、この種目でじゃあ何がいいねんっていうところなんですけど、ダブルバイセップスをした時のピークがですね、しっかりと膨らんで見えるんで、よくね、ダブルバイってやると思うんですけど、空いたので写真映えしたい人はぜひこの種目やってみてください。この種目はですね、僕はしっかりといつも ドロップにしていますなぜなら高重量でやっていてもなんか効きが悪いなもっと効かせれるななんか体力残ってるなっていうので終わってしまうのでこの最後のね有り余った体力っていうのをいつも消費するように回数を10回とかでも軽くするとですね軽くなってへんやんって思うぐらい効くんですよだからドロップセットでやることを僕はおすすめしていますマシンやからこそドロップでやることができるんで軌道を守ったままドロップで 行うことができる唯一の楽しみ、マシンの使い方ですね。皆さんぜひ参考にこういった使い方をしてみてください。マシンは全てドロップセットで行ってもいいと思います。もうやりたくなくて途中やめたい気持ちになっているのが表情でわかるかと思いますが、頑張ってやっているのでぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。 はい、続いてはですね、僕の大好きなインクラインアームカールになります。もうね、この種目はもう僕の二頭筋を一番良くしてくれる種目って言っても過言ではないぐらいもう一番の僕のメインの種目になります。しっかりとストレッチを効かせながら肘をちょっと上に上げることで収縮をさらにかけているんですけど、これが僕バキバキになってきたらすごいどれだけ効いてるかっていうのは動画で見ていただくだけでもわかるんじゃないかなってぐらい、 もう嫌なぐらい効きます。途中全く上がらなくなりますからね。足を上げてる理由はですね、腹圧を意識しやすくするためですね。骨盤を前傾させたままやってしまうと、どうしても胸を張ってやってしまうんで、まあ二頭筋に入るよりも、ちょっと肩のフロントに入る感覚が自分の中ではあるので、骨盤を無理やり後傾して腹筋に力を入れることで二頭筋のみで 無理やり上げているような意識をしています。もう途中はもうお尻を上げないと上がらなくなるぐらいね、追い込むんですけど、これがまあ気持ちいい、僕変態かもしれないです。はい、続いてはですね、ケーブル、ハンマーカールということで、ロープを使ってやっていくんですけども、 もうこの種目も僕はしっかり今リピートしてやっております。なぜなら僕、ワン頭骨筋が弱いんですね。で、フィジークをやる上で、二頭筋ってどちらかというと、ダブルバイで鍛えるピークよりも、こういうワン頭骨筋とかを鍛えた方がいいんですよね。まあ、ポージングを取った時に手の添え方的にダブルバイじゃなくて、ワン頭骨筋がしっかりと膨らんでいないと、 二頭筋がない腕が細いように見えてしまうんですよね。だからこそちょっと今ワンと骨筋は頑張ってやっています。で、ケーブル使ってるんでね、しっかりとドロップで無理やり追い込むようなイメージでやっています。ただ僕このハンマーカールがどうも苦手で、入る人入らない人すごい分かれるんですけど、最近やっとコツを掴んできて、めちゃめちゃ効くようになってきました。 ちょっとね、今年は腕が進化すると思うので、皆さん、ステージ、立った僕のね、腕を楽しみにしといてください。まあ今脂肪が乗ってるから太く見えるだけかもしれませんがね。はははは。 今回はですね、なんと腕トレアームカールやら二頭筋を鍛えてから次三頭筋を追い込むという組み方でやっております。で、今回ですね、またフレンチプレスをやっていくんですけども、重量は 40kg です。前よりもしっかりとコントロールできるようになってるなっていう体感があるので、まあだいぶ強くなってきたかなっていうふうに思います。実はですね、前やってたフレンチプレスはもう半年ぶりぐらいにやったんですけど、思いのほか重量が上がったんで、 ちょっと高重量扱うというイメージでやっていこうかなっていうふうに思ってます。ただやっぱりストレッチの可動域が狭くなっちゃうんで今後ちょっとイージーバーでやることも検討しながらやっていこうと思っています。ダンベルの方がなんかね、このコントロールしやすいから好きなんですよ。はい、続いてはですね、僕の大好きなプッシュダウンです。えー、っと皆さんロープを使うと思っているでしょう。僕はロープじゃなくてですね、握り込めるようにしっかりとこの女性が足に巻いて ドンキーキックとかをするときにね、使うアタッチメントを三頭筋に利用しています。まあ、握り込んでやることでさらに僕は意識ができるっていうのと、ロープを使ってしまうと手が痺れるんですよね、なぜか。あのー、神経が圧迫されて手が痺れるっていうのもあるので、基本的にはもうこういった握り込めるやつで神経を圧迫しないように行っています。で、基本的に プッシュダウンは僕はですね、このドロップで行うことが多くてですね、今やってんのは40キロから30キロに落として行っています。もうこれ無理やり無理やりとりあえずハンドを使ってですね、あの収縮するところに自分が背伸びして無理やり収縮させて頑張ってゆっくり戻していくっていうやり方なんですけど、途中からですね、もうゆっくり戻すこともできないぐらいに効いているっていうのが動画を見てわかると思います。普段は一回ドロップしたら終わりにしてるんですけど、 今回はですね、なんか知らんけどやる気があったんで、2回ドロップを行っています。やっぱりね、その日の気分でトレーニングの込み方は変わるんですけど、気分がね、いい時はですね、もう何歩でも追い込めるんで、頑張って追い込むようにしてます。余力が残って終わるっていうのが一番もったいないなと思うのでね。はい。続いて、三頭筋ラスト種目、ディップスのマシーンですね。僕、このディップスのマシーン大好きなんですけど、 あの、今回やっているの僕この背中につけてないと思うんですけど、あの背中について固定してしまうとどうしても僕は肩のフロントに入ってしまう。三頭筋から抜けてしまうっていうことがわかったんで、基本的にはもう三頭筋で押し込める自重でディップスやっている雰囲気でマシンで行っているっていう感じです。まあ、これがですね、めちゃくちゃ効くんですけど、軌道がうまく乗らなかったら全然入らない時があるんですよ。 これちょっともうちょっとコントロールしてもう100%効かせれるようにしたいなと思っていますこのディップスをやるようになってからプッシュの力が強くなったんでもっとしっかりとリピートしてベンチプレスも強くしていきたいなと思いますはいただいま帰ってまいりました本日の食事はこちらです カロリーでいくと大体今計算しての2500ちょっとぐらいかなって感じなんですけど調味料あとは野菜類がね含まれていってサプリメントもってなってきたらおそらく2700ぐらいかなっていうところですちょっとねカロリーがオーバーしてるんかなっていう状態やったんで軽く100キロカロリーぐらいちょっと計算の中から引いてみたんですよそうしたら体重がですねなんと本日78.8キロに落ちていましたなのでまあ代謝がだいぶ戻ってきたんちゃうかなっていうふうには思います今回の食事の内容も ほほぼほぼいいつもと変わらないですさあ徐々に徐々に僕の体が引き締まっていくんじゃないかなと思ってちょっと楽しみになってきてるのが今の僕の心境ですねどのタイミングでバキバキになっていくのかちょっと楽しみにしていただければと思いますではまた NEXT DAY へはいということで本日はですねワイズフィットネスいつもどこキー天然をとっているジムでトレーニングをしていますまずはですねショルダープレスから行っていますハンマーストレングスの僕このショルダープレスのマシン大好きなんですよ もうこのマシンを僕がいつも通ってるジムにも置いてほしいぐらいもう大好きなんですよねもう,うゴールドジムとかに行くと基本的に置いてますどこのゴールドジム行っても置いてます僕が行ったところはもう100%で置いてましたそれぐらいすごい需要のあるね肩のフロントのマシンなんですけどこのショルダープレスがもう効く効く効きすぎて怖いぐらいに効くんですよで今回ですねなんかわからないんですけどすごいパワーが出たんですよね だから今2 5キロ2 0キロプレートプラスアルファでですね、今回5キロのプレートも追加して行っていましたすごいね、なんかすごい力が出るんですよね、今日そういう日でしたで、今回ですね、この僕今すごいプレートをもう一枚外してるんですけど基本的に僕このハンマーストレングスのショルダープレスのマシンをするときはドロップにするんですよ、高重量をした後に1枚にしてまた しっかりと反動を使わずに、肩のフロントのみで押せる重量で、最後ギリギリまで追い込むようにしています。肩のトレーニングはですね、僕はあのー、10回3セットとかよりもですね、回数重ねてなんぼやっていう風に思っていて、まあ、基本的には10回では終わらないんですよね。ぜひ皆さん参考にしてみてください。続いてはですね、床に寝転がってあるフロントレイズですね。ケーブルを使ったフロントレイズです。 もうこのやり方が一番フロントに効くんですよね。僧帽筋の関与も少なく。で、しっかりとね、僕はあのこのすごい上下して反動使ってるんですけど、最初は高重量で無理やり収縮させて頑張って耐えるっていう高重量を乗せています。まあ徐々にね、これ二頭筋に乗り始めたりもするんで、反動なしでやると二頭筋が疲れちゃうんで、反動使って無理やり収縮させてるっていう状態です。で、次ですね、半分ぐらいの重量にして軽くして、もう 三角筋の全部、フロントですね。肩のフロントのみを使ってレイズをしていきます。もうこれはですね、効いてるとかそんなんじゃなくて、痛い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 と思いながらやってます。もう本当に痛いんですよ。途中ほんまにやめたくなるぐらい気持ちが折れそうになるんですけど、もうこれを頑張ることで僕の肩は丸くなるんじゃないかと信じて頑張ってます。続いてはですね、ケーブルアップライトローです。後ろにですね、日本チャンピオン、いぶきちから選手が映ってるんですけども、本人にちゃんとあの、 映ってるんですけど大丈夫ですかって言ったら全然いいよって言ってくれたんであのそのままちょこちょこ映る力さんを楽しみながら僕のトレーニングを見てくださいということでですね僕はこのアップライトローやってるんですけどこれはまさに今後ろにいる伊吹力選手とのゴートレの時にですね教わってもうずっとリピートしてるやり方になりますもうこれがめちゃくちゃ効くんですよね本当に効きすぎてこれ終わった後のサイドのパンプの仕方はすごい凄まじいんで 基本的にはこれも毎回トレーニングにサイドのメインの種目として入れています。でこれも当たり前のように僕はドロップにしています。最初は高重量をグワーってやって軽い重量でとにかく三角筋の出力のみで上げれるものを行っています。で、下まで落とすことも皆さんあると思うんですけど、下まで落としすぎると三角筋のね負荷が抜けちゃうということで僕はこのそのすごい中途半端なところで止めてると思うんですけど、ぜひ皆さん参考に可動域見てみてください。 続いてはチューブの2個目の種目サイドレイズですね僕は基本的に1 2キロでサイドレイズを座って行ってからドロップで 6kg を立って行うことが多いですもう基本的に反動を使わんように意識はしているんですけど途中からもうしっかり反動は使い始めてしまいます、まあ、サイドレイズを立ってずっとやってたんですけど 座ってやる方が三角筋に負荷が乗ってる感が自分の中ですごく強かったんでとにかく1 2キロは三角筋のみで上げるイメージで行っていますで後ろでですね伊吹チカラ選手日本チャンピオンはリアを今鍛えてますね是非この途中途中映る後ろのトレーニングも参考にしてみてください見てくださいこのリアの鍛え方これもまた癖強いでしょうまたどこかであのチカラさんにはですねどこ聞いてんねんに出ていただこうと思ってるので 皆さん、お楽しみに。ということでですね、僕はサイドレイズを無理やり頑張って追い込んでおります。20レップ、20レップのドロップでやっていこうと思っています。で、後ろにもう一人、あの、チカラさんとゴートリをしている俊介さんっていうんですけども、彼もあのー、オールジャパンに出ている素晴らしい選手でですね、もう、二人を見てると僕はすごく心が折れそうになるぐらい自信がなくなるんですよね。だから皆さん、ぜひあのー、 こういったね、自分よりも明らかに上の選手を目に焼き付けて、自分の体を客観視して評価してみてください。過大評価してしまうと成長しなくなるのでね、自分の,この体はいつまでも過小評価しましょう。という僕の急なマインドのお話でした。で、今このサイドレーザー僕は無理やり背伸びをしたりしてね、収縮させてってやってるんですけど、それもまた参考にしてみてください。 ということでですね、次ですね、僕の周りではですね、これ首なしプレスって言われてるんですけど、この角度じゃちょっと首ないようには見え、あ、見えますね。首がないように見えますね。はい、この首なしプレスなんですけど、これは基本リアミドルという部分を狙っています。リアとサイドのチューブの間を狙ってプレスをしているんですけども、この種目がですね、もう僕の中じゃめちゃくちゃ効くんですよね。 まあこれがリアミドルに効いているかどうかっていうのはもう感覚でしかないんですけど今まで聞いたことないところに初めてやった時に効いたんでリピートしてます。最後はですね、リアを。 狙うためにフェイスプルを行っていますで、フェイスプル立ってやってたこともあるんですけど、体幹に意識を行きすぎて、高重量になると全然リアに入らなくなってしまったんですよね。だからこそ座って体幹をもう安定させたままリアを入れてます。で、今ですね、俊介さんがトレーニング終わりですね、僕のお歯黒ですね、歯が黒い部分を撮りに、あのー、動画を撮りに来たのが今の映像です。ということでですね、このリアなんですけど、 なんかやっぱ最近ちょっとリアの調子悪いなぁと思ってたんですけど、フェイスプルとかをしっかりやると、やっぱリアが張ってるなぁっていう感覚があるので、これからもしっかりとやっていきたいと思います。本日も終わりました。本日の食事はこちら。 4食ですね。で、夜、米 200g 食べようと思ってたんですけど、冷凍ご飯、そういや、僕1ヶ月前ぐらいないなと思って、冷凍ご飯っていつまでの食べていいんやろと思って調べたら1週間って感じで、1ヶ月はさすがに良くないなと思って、冷凍ご飯をやめ、えっ、ー、と、冷凍うどんを使って一玉食べたんで、プラス、スニッカーズ B。 半分が残ってたんで、これを食べて本日の食事は終了となります。明日の食事はですね、夜予定があって、夜普通にもつ鍋を食べに行くんで、まあ朝昼はちゃんと普通に節制しつつ、夜はもつ鍋を堪能しようかなーっていうふうに思っています。減量自体もね、すごい順調に落ちてるなーっていうのは実感してて、まあ体重が80から78に減って、また80に増えたーって言ってたんですけど、また78.8まで減ってるんで、 ま、あすごい良い状態を保ててるんじゃないかなと思います。で、今日のトレーニング動画にね、あの、後ろにちょっとあの、力さんとかが映ってたりすると思うんですけど、やっぱ、もう一人ね、お世話になってる先輩なんですけど、あの二人の体を見たときに、 俺まだまだやんっていうね、ちょっとね、リアルな現実を見せられましたね。オールジャパンでやっぱトップを取る選手との体の比較した時に、自分がまだまだやっていうのをすごい自覚するなーって思ったんで、まあ地方大会でどれだけ結果残すても、オールジャパンで僕が結果を出すのは今年難しいんちゃうかなとも思いつつ、ちゃんと作り込んで、しっかりと這いつくばりながら戦えるように頑張りたいと思っています。 まあ徐々にね、落としていけてるのと、まあまだ1月で7月の大会でまだまだあと7ヶ月ぐらい。そんぐらいあるんで、しっかりと頑張っていきたいと。明日はちょっと夜ご飯楽しみまーす。 昨日はですね、夜撮ってなかったんで、まあ、もつ鍋食べ終わって終了って感じですね。昨日は食事の回数も少なく、もつ鍋もカロリー言うて、まあ、脂質が結構多くはなったと思うんですけど、他に無駄なものとか食べてないんで、割とカロリー少なかったんちゃうかなと思います。で、朝は毎朝いつもね、あの、コーヒー飲んでるんですよ。コーヒーなくて生きていけないですね。朝一のコーヒーは僕は必須です。コーヒー飲み終わったらまた朝ごはんとっていくんですけど、昨日あとあれですね。 オレンジジュースも飲みましたね。まだでもチートデーっていうチートデーは入れなくていいかなと思ってて入れてないです。まあ体重自体もすごいいい状態になってきてるんで、見た目も徐々に締まってきてるなーっていう風にも感じるんで、このまま続けていきたいと思います。